マジな話なんですけど、はい、最近僕34になるんですけど、あの今年でなんか一緒にバカできる人が少なくなってきちゃったなってのがあって、ものすごくなんか寂しいんですよ意外と。まあ、経営者寂しがりが多いですけど、なんかバカやり人と一緒になんかやりたいなってのは思ってて、なんか正直本当組むんだったら僕令和の虎引退しようと思ってるぐらい、やるんだったら引退するわ。じゃあお願いします。お願いします。すぐ目がというわけで、新メンバー加入ってことやりたいかもしれない。バイト先とかは僕が提供するとか、なんかそれぞれできることがあると思うんですよね。はい、はい、ものすごい同年代でなんか、ああ一緒にやりたいな。お願いします。あの上から目線申し訳ないですけど、迷ったら行動だと思います。上からでも、あのそんな、あの、いやめちゃくちゃ、お前立場がすごい。お前立場、あ、いやいやいや、お前こっちじゃないから、こっちサイドやから、なんですか、あっちに座って、このスーツ脱いで、そちら側に座って単独見ないで、ちょっと一回絵で写してください。あっちに座って、こっち側に、いいですか、あ、急いこうやって3人で一回、ここにいるのね、ここにいるのね、スーツ置いて僕はそっち側の席にいますよ。前代未聞、新メンバークワタが志願者として参戦、異例のタイガーファンディング、虎が虎へと食らいつく。こういうユニットこういう感じで違和感ないです。全然違和感ないです。もともと3人で来てらっしゃいましたっけ。はい、本当です。おう、本当、本当にあの10年代の中で、はい、そうやってました。3人組です、はいはい、まあ年齢も一緒ですしね、はい、そうなんです。お願いします。まあ、歌舞伎町という共通点もあります。確かに歌舞伎町です、はい、確かに。お酒を運んで僕は売ってます。需要と供給が回ってます、はい、ここで回っていく、はい、回っていって、はい、さあもうクロスにしましょう。すいません。